周りはもう真っ白で綺麗なんやけど、かなり体力が。いただきます。めっちゃ美味しい。はい、皆さんこんにちは、ケイです。朝の6時半、長野の八ヶ岳連峰にある赤岳山荘の小屋に泊まりました。それは前回の動画で登山の様子とか山小屋の絶品料理から夜は超豪華な自炊をした動画があるので、そちらで合わせて見てみてください。今-11度、外に置いといたら水も凍るぐらい手が手足が寒いんやけど、今日は、外で涼介がテントで泊まってるので、そちらでアレンジ朝ごはんを作りたいと思います。やばい、寒すぎる。雪雪雪。あれが昨日涼介が登った赤岳、すごすぎる。これが涼介のテント、ちょっと起こしに行こう。今日こんなとこで寝たな。おはよう。おはよう。寒い。マイナス12度やぞ。やばい。中凍っとるけど。マジ？ほら、わかる？凍っとるの。ということで、今マイナス12度。朝ごはん作ります。前回の動画と同じでバーナーでお湯沸かしてトマトチーズリゾット作ります。やばい、まつげ凍ってきた。でもう手軽にお米とか炊くんじゃなくて、じゃん、砂糖のご飯的なやつとクノールカップスープのトマトポタージュ1回分のとろけるチーズ、これだけ。寒いよ。よし、お湯沸かすよ。もうさ、GoPro とかもう携帯もちょっとおかしくなるぐらいの寒さで、こっちはもう赤だけさっき見せた絶景が見えとんやけど、ご飯これ多分1杯半ぐらいあるんで、贅沢にこれ2つ使います。お湯はちょっと少なめで、200ミリ、ざっくりで大丈夫。何分経っても冷気のせいで全然沸騰せんから、まあ、ちょっと気泡が出てきたからもう調理します。我慢できん。これインスタントスティックコーヒーも持ってきたけど熱湯じゃないから、うわ、ダメや。ご飯レンチンするやつなんやけど、ちゃんと火通したら大丈夫って調べたら書いてあったんで、カチカチや。ちょっと無理そう。ちょっと全然お湯がわかんくて、もう手が痛すぎるんで戻ってきた。前回の動画のあっちでステーキやったんやけど、この自炊場でちょっと急遽移動。寒い。気を取り直して、全然違う。もう沸騰して米がちょっと柔らかめになってきたら火を弱めて、でクノールのトマトポタージュ2個入れます。はあ、いい匂い。こんな感じ。
自然とこのとろみがつくから、めっちゃトマトのいい匂いする。これでチーズ入れて完成。チーズ多分1回分ぐらい100円ぐらいで売っとった。入れます。で混ぜる。これ絶対やばい、やばいのできたかもしれん。チーズも溶けてきて美味しそう。じゃあいただきます。やっとできた。いただきます。やばい、熱々や。めっちゃイタリアン、美味しい。トマトの酸味と、なんか本当にちゃんとトマト感があって、でもチーズのコクが出て、すっごいまろやかで美味しい。これはやばい。あったら黒胡椒とかパセリとか足しても美味しいと思う。これはたまる。ご飯一人分しか使ってないのに結構ボリューム出るから腹持ちいいし、朝からいいな。ごちそうさまでした。手袋入ってない。いやー美味しかった。ちょっと結果、外マイナス14度じゃ全然お湯が沸かんかったんで、ちょっと山小屋移動してきたんやけど、めっちゃ快適。いや、ぜひ皆さんも今回トマトのクノールカップスープで作れる絶品トマトチーズリゾット、ぜひキャンプや登山で作ってみてください。でインスタグラム、 SNS の方、ストーリー特に毎日更新しているので、沖縄の情報も発信しているので、そちらチェックとフォローとコメントもお願いします。じゃあ頑張って降りるわ。最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ、行ってきます。